ラジオネームどうにもならんよ原案、加賀屋の自由律俳句ミニコント。授業に関係ないもの持ってきちゃダーだーなーだーったなー、なんだその口の利き方、そんな口の利き方しちゃダーだーだーなーだーったらー、加賀加賀先生、またお前くだらないくだらないことしてたろ。何のことすかね。いや全部聞こえてたろお前、先生のことバンしちゃダーだろ、前もダーだって注意したろ。すいません、前は言うしたけど今回はちょめ、またちょめしたら次はダーだからな。はい、さよなら。ありがとうございました。ありがとう。怒られながらレパートリーを増やす加賀屋の鶴の間。こんばんは、岡山県出身加賀屋の加賀翔です。今週も1週間よう頑張りんさったね、ほんまに。ゆっくりしていきんさい。え、今日飲み会やりたいから部屋で騒ぐかもしれない、うるさいかもしれない。ああ大丈夫よ、鶴の間はね完全防音になっとるけね。そんなわけない。周りの声なんか気にしない、今日もバカ騒ぎラジオ始まります。加賀屋の鶴の間です、よろしくお願いします。いやちょっとなんかぬるっとぬるっとおい、広島県出身加賀屋の加谷宗也です。加賀屋の鶴の間第83回です。おい、はい、急に何って、完全防音にしとるけ安心しんさい、ね、うん、の宴会で騒ぐかもしれないや、大丈夫よ、うん、あの前室完全防音にしとるけ安心しんさい、周りの、ね、声なんか気にせんでえけん ね、他の人に邪魔されんけんね。周りの声なんか気にしない、今日もバカ騒ぎラジオ加賀屋の鶴の間。なんかちょっと違うね、完全防音ってめっちゃ気弱じゃん、うん、なんかちょっと違うね。いや、おかみの心意気は買うけどさ、うん、うん、心意気だけ今日、うん、心意気は買うけど、そのそっか、周りの意見なんか気にしない、あ、まあね、バカ騒ぎラジオ、バカ騒ぎラジオ、まあまあまあ言ってるだけだからね、おかみがね、うん、そうね、うん、いやそんなことよりね、はい、あなた熱中症で倒れたんですよ。すいません、本当にご心配をおかけしまして、本当に失礼しました、本当に時間差があるからね、はい、先週のこの鶴玉の収録の直後に、うん、ね、熱中症になって、これでまあ病救急車でね、そうなんですよ、運ばれてっていう、初めて救急車に乗りまして、ね、でもまあ時間差があるから放送では、はい、放送ではもうガンシャガンシャ言いまくって何やこいつってなっとるよ。あれお前熱中症だからさ、確かにその時系列を紐解いてったら、あ、確かに普段かやこんなこと言わないのに、あの収録の直後に熱中症になってるわけよ。だから収録された音声は熱中症で倒れる直前のかや、直前のエンディングに近づくにつれて変なこと言ってる。ヒントがあったらね、散りばめてたわけじゃないんだけど、そうだね、おかしかったかもしれない。本当に先週のエンディングはおかしくなっちゃってる、あの判断能力が著しく低下してたかもしれない。低下してたよ、すいません、あの心配かけてしまって、点滴とかも打ってもらって、うん、あの無事回復はいたしましたので。いやこれね、すいません、加谷さんには言ってないんだけど、俺も慌てましたよ本当に。あ、そう、本当にあの対応してくれてね、加賀屋文庫っていう生配信をね、コントライブをやろうという5本新ネタやるっていう、その生配信のカメラをチェックしてたんですよ、うん、カメラチェックしてて、まあ、ここかな、うん、こうかなってみたいなチェックしてたら、うん、もう真っ最中ですよ、チェックしてる真っ最中にカヤがちょっと横になっていいですかって、もう意味わからないタイミングで、もうありえないタイミングでちょっと横になっていいですかって言ったんですよ。意味わかんないから、そんなわけないじゃん、そうか、いいわけないから、いいわけないけど、うん、でもおかしいから、え、大丈夫っつって、うん、今ちょっと横になりなんです、ちょっとまあ楽屋というかちょっとスペース、椅子が何個か置いてあるスペースがあって、うん、そこに行ったらって言ったんですよ、はい、うん、でまあカメラチェックして様子見に行ったら、うん、シク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 って言ってて、楽屋で、うん、そんなはっきり言ってた、俺泣いてたんですよ、うん、そう、泣いてて、はい、ってなった、そう、どうしたのって聞いたら、うん、息ができんくてみたいな言ってて、呼吸が難しくて、おかしくなっちゃったんですよね。ああ、これ過呼吸かなと思って、僕その近くのコンビニまで走って、レジ袋となんかストロー、なんか呼吸を整えるためのなんかないかなと思って、うん、レジ袋もらってストローもらって飲み物買ってきて戻ってきたんですよ、うん、そしたら戻ってきたら本当に1分ちょっとですよ、1分ちょっとなのに、うん、
もうビチビチ跳ねてて、かやがビチビチ跳ねてたんですよ。まあね、何震えてるんかなと思ったら、うん、泣きすぎて、うん、もう息できんってなって、あと多分ちょっとパニックになったんですよね。おえつが出てきて、ってなってもう跳ねてたんですよ、うん、床で。自分でもちょっとパニックになっちゃって、こんなになったことないから。って言ってないけど、うん、言ってないけど、あの時それを見た俺もパニックになって、うんうん、なんかかけるかみたいな、うん、なんかかけるか、寒そうにしてたんで、なんかかけるかみたいな、大丈夫かみたいな、レジ袋も使うか、うんうん、ストロー使うかみたいな渡して、そうそうそう、なんかかけるか、あどうしようって言って、うん、救急車呼びますか、どうしますか、うん、うわーって言って、うん、寒いか、いや分からんけどみたいな、うん、で俺もあーって言ってて、その鏡になんか布がかかってて、うん、なんか布がかかってたんですよ、姿見みたいなのに、うん、そこれ借りようと思って、うん、人の、まあね、うん、スタジオだけど、うん、借りようと思って、うん、バッて布取ったら、うん、でっかい字で、ほ、うんと、英語でですよ、英語で、うん、ボッテガベネタって書いてあったんですよ、うん、姿見から取った布に。俺なんか分からんくて、うん、こんな時にって言って分からんね、分からんな、コーヒーブランド、アミアミのやつかな、なんかどう突っ込んだらいいか分からなくてバッて取った布がボッテガベネタだったことないから、そんなことあったの、そうそうそう、そんなわけないやん、鏡にかかってるわけないと思うからさ、申し訳ねえ、なんかバッて取ったらでっかい字で横でね、ボッテガベネタって書いてあって、それ見て何こんな時になんでこんな時に限ってからんけどボッテガベネタないやんっつって、でバッてやってパッて見たら、カヤが、カヤが自分のカバンの中から学ランを、学ランの上衣装ね、持ってたからをバッて出して着てたんですよ。でもその日学ラン使う予定とか何にもなくて、でも朝からもう頭回ってなかったんですよ。だからそんな学ランなんか使わなくていいのに持ってきてて、まあ、なんとか救急車呼んで、そうなんですよね、ありがとうございます本当に。で、まあ、救急車呼んで、まあ、行ったら熱中症だったっていうことでやったんですけど、まあ、救急車の中で途中で僕不安になってきて、うん、あれっつって、いやそうだね、それは、うん、かやプチ断食してるぞってなって最近あいつダイエットで16時間食べない時間を作って8時間だけ好きなものを食べていいと、そうそうそう、まあまあ1日1食ぐらいの感じの断食をやってるっていう、うんうん、もしこれ原因プチ断食やったらどうしよう結果的にはね、本当熱中症であれだったっていうことだったけど、本当に、ね、もしかしたらでも栄養も足りてなかったのかもしれないけど、本当に心配かけました。待ってくださってるね、ファンの皆さんにね、痩せたくて倒れましたって、ね、説明できんぞ。しかもこの時期にね、うん、体調不良という発表がね、パッて出ただけだったから、うん、ちょっと周りの心配さしちゃってね、うん、本当に申し訳なかったですよ。ちょっとなんかニュースみたいにもなってたのかな、うん、そう、ちょっと ね、ちょっとネットニュースというか、でも なんとか無事だったからさ、いや無事です本当に。でまあね、俺夜に日記書いてる時にさ、うん、いやかがやめっちゃ体弱いよって情けなかったよ本当、元気に ね、うん、本当いっぱい食べて本当に、いや本当に最近暑すぎるんでマジで本当に気をつけて、うん、栄養補給をね、うん、ちゃんとしてね、水分ね、うん、ちゃんと取ってください本当に、いや本当よ、うん、でなんかライブがあったじゃない、ウルトラブギーズね、そうウルトラブギーズさんの、うん、あライブがあって、うん、ディスコね、そうそうそう、でその後ね、うん、まあなんかまあ、すぐ帰って休もうと思ってたんだけど、うん、次の日朝早かったんでね、そう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 、うん、めちゃくちゃ早くていいお仕事でした、そうあれ ね、うん、楽しみにしてほしいんですけど、うん、まあ結局割とまあ早めに帰って早めに休んだんだけど、うん、その帰ろうとしてたら、その無限大ホールって、うん、モニターがあって、うん、テレビが見れるんですよ、うん、で普段はそのステージの様子が流れてるんですけど、うん、その日はオリンピックの映像が流れてた、うん、もうずっとね、そう、うん、ずっと流れてて、それをまあみんなで見るじゃないけど流しとくみたいな感じで、うん、でそれで、あオリンピックやってるんだとかと思ったら、もう柔道のもう決勝が今から始まるっていう、うん、ちょうどその時だったの、うん、夕方ぐらいね、うん、でそしたらアイロンヘッドの辻井さんがいて、うんうん、アイロンヘッドの辻井さんが、今から始まるでと、決勝、うん、かやくん一緒に見ていかんか、見るぐらいやったらええやろみたいな、
はい、全然大丈夫です、全然 見ますみたいな、あーよかったわみたいな、うん、めっちゃ優しい、ね、うん、辻さんとかって、うん、でタイさんもいて、タイさんもいて、うん、一緒にみんなでちょっと見て元気出そうやみたいな、マジで気持ちのいい先輩しかいないじゃん、めちゃくちゃ気持ちいいなアイロヘッド辻さんって俺もちょっと喉やっててな今、うん、ちょっとなんか、ね、落ち込み気味やからさ、うん、あのオリンピック見て元気出そうやみたいな感じで、もう大好きだから俺、うん、見たかったし一緒に、うん、辻さんとはいっつって見て、うん、ですげえそのめちゃくちゃいい試合だったのよ、うん、泣いちゃったりとかして、柔道ね、柔道見てすげえなーとかっつってて、柔道経験はない軟式ソフトテニス部、うんうん、けど感動した、感動した、うん、あれはすごかった、うん、本当にすごかって、うん、でその同じ時間にちょうど、うん、そのテニスのオリンピックの試合があると、うん、で錦織圭選手とジョコビッチ選手、ランキング1位のジョコビッチ選手が準々決勝で戦うと、うん、そっちも見たいなみたいな、うん、うわもうオリンピックすごい、いやめちゃくちゃ盛り上がるなみたいな、どうしよう見たいけど今から男子の決勝また始まるみたいな、うん、柔道の、うん、うわどうしようって言ったらナポリさんが、うん、錦織圭は俺に任しときって言って、俺が見守っとくからお前らは柔道見ときって言って別部屋に行って錦織対ジョコビッチをその自分の携帯で見出したのよ、よくわかんないんだけどそう、俺が錦織圭選手は応援しとくから、うん、お前らは柔道のウルフアロンを応援しててくれみたいな、そのめちゃくちゃ熱いなみたいな、分からんけど俺、うん、めっちゃかっこいいやん、いや分からんけどそんなによくよく考えたらよく分かんないんだけど、うんうん、まあなんか、うん、そうめっちゃかっこいいと思ったら、うん、ナポリさん、うん、お願いしますそっちはみたいな任しときみたいな、任しときみたいな、で辻さんもナポリ君がああやって言ってるから、うん、錦織君は任せようか見てくれてるらしいわみたいなこと言って、浦原さん見て優勝して金メダル取って、うん、うわやったーみたいなこと言ってたら、そのナポリさんが別室から戻ってきて、うん、まあ浮かない顔してるの、うん、こっちはダメやったわなんかすごい盛り上がってというか、なんか熱くなって、うん、でもすぐ後にアイロンヘッドさんもライブだったから、うん、もうすぐ確かにそう、うん、でああもうあかんあかん、うわー決勝始まるって辻さん言ったの、決勝始まる、あーでもコーナーのこと何も考えて、うわめちゃめちゃ滑るの確定や、でも柔道みたいな柔道みたいわうわーすごい、うわーすごい強いみたいなこと言ってコーナー考えなあかんのに、うわー今日のコーナー結構食ってかなあかんやつなのになみたいな、こんな考えなあかんのに、こんな考えなあかんのに、ネタ合わせもネタ合わせとかしてる場合じゃないか俺はみたいなことをぶつぶつ言いながら辻さん言ってるのが、うわどうしようかみたいな、もう始まるって、もう全部試合も終わって今度はライブ始まるみたいな、どうしようかどうしようかみたいなこと言ってるわけ、うん、でももうすぐ時間だから、うん、でトップバッターで出て、うんうん、トップバッターのそうあれぞ、トップバッターで出て、うん、まあ、どうしようか、まあ頑張るかとりあえずみたいな、でそれで出てって一番手で制限時間、うん、まあ4分のところ、うん、なんか熱くなってたのか14分やってて、むちゃくちゃ長いことやってて14分何のネタよえ、アイロンさんの何のネタ、もうねアドリブもアドリブも、ね、ああむちゃむちゃ2人とも熱になってか分からんけど、喉痛いんじゃない、喉痛いのよ、うん、喉痛いんだけどすごい長い時間やってて、うん、なんか熱くなってたか分かんないけど、うん、でコーナーも始まって、うん、そのもう俺も帰るんだったけど、うん、そのまあ、最後挨拶していい時間過ごしてたから、うん、コーナーを見てたんだけど、うん、2人とも爆笑取ってて、うん、むちゃくちゃかっこいいなと思って、あ、いや、めっちゃかっこいいよそうそうそう、分からんけどオリンピックだったら失格だよ、うん14分もやったら分からんけど、ガチガチ14分もやったら失格自由律俳句。このコーナーでは私加賀の趣味である自由律俳句をみんなで味わいます、はい、自由律俳句とはリズムや季語決まった文体などのルールがない俳句です、うん、皆さんから募集した自由律俳句を今週もどんどん読んでいきたいと思うんですけれどもですね、はいはい、いやすごいですよ本当に、うん、私もね来週ですか、来週くらいに短歌のね、はい、歌人、うん、東直子さんと増えたよね2人でやっぱりそういうお話しさせていただいたりなんかもして、うんうん、私も短歌を何種か持って
って行かさせたりなんかしてもらったりして。なんだその喋り方で。聞いたらですよ、うん、東さんはその短歌この俺が選ぶんだけどさ、うん、あの鶴の輪みたいな感じで大丈夫ですって言ってくれて、東さんはその鶴の輪聞いてくれて、聞いてくれてるってこと。そう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 、すごすごいですよ。嬉しいね。こんな大丈夫かね本当に。ってことはもう聞かなきゃですよね。聞かなきゃだよ本当に、うん、大丈夫かな本当にっていうのは先週のエンディングのこと全部それにかかってくるな、うん、いや本当に大丈夫かな、うん、だけどあれは、うん、大丈夫です、はいはい、今週も読んでいきたいと思います。早速ラジオネームみかんオレンジさんの自由律俳句。みかんオレンジ。猫が通じない空間猫が通じない空間あ、なんだこれは。めちゃくちゃピリついてるってことか。いや、もう猫、猫、うん、あ、猫アレルギーなんですよね。あー、なるほど。まあ、そのフィールド魔法、猫が猫アレルギー、うん、遊戯王の遊戯王でいうのはフィールド魔法、うんうん、猫が通じない空間だいたい通じるもんね、うん、どこでもね。そう、あー、かわいいですよね。一人はいるよ、うんうん、なる猫犬はね。そう、うん、でももう猫あやばい囲まれたってなるとき。そう、俺は昔そうだったから。ああ、そう、猫アレルギーだと思ってたから、はいはい、大丈夫だったんだけど、結局違ったんだけど、結局違ったんだけど、結局違ったんだけど、うん、猫アレルギーなんですよねって言われたらもうこっから出せないから、うん、確かに、うんうん、もうあとは人見知り爆発させて終わり猫封じだね、うん、猫封じ発動されたトラップカードすみません、こちらいいですね。続きまして、うん、千葉県ラジオネーム三元さんの自由律俳句。三元さん。踊る意味ないくらいドアップ踊る意味ないくらいドアップもう笑いましたこれ、まあ、笑いましたよ。そんくらい寄る時あるけどってことかな。これね、わかんない、うん、そんなことないよ、そんなことないけど、自分がね、うん、アイドルグループに属しててね、はい、でバーって一生懸命踊ってさ、放送を見てさ、うん、放送を見てる時に、うん、やったここで映るってバーンって、うん、なった時顔しか映る。いや踊る意味ないやんこんな踊った意味ないやんこれ。めっちゃ頑張ったよ私踊りの練習、うん、ここバシーンと決まったよって思ったけど、踊る意味ないやんこれってめっちゃアップやそんな踊る意味ないやん。踊る意味ないくらいドアップって、ね、練習した意味思いませんけどね。顔がねバチンと映ってる方がいいですから。まあね、うんうん、いいですね、はい、こちら、はい。続きまして、千葉県ラジオネーム青い真珠さんの自由律俳句。青い真珠。拭いた結果汚れる。拭いた結果汚れる、うん、これはいいですね。あのさ、あるあるとしても、うん、ベランダがないんですよ、うちが。あ、そうなんだ。はい、うん、ベランダがなくて、もう窓拭くときに乗り出すわけですよ、うん、あ、なるほどね、うん、はいはい。結構高所恐怖症じゃないですか、うん、結構香川そうですね私、言うじゃないですか、言いますね。もう命がけでね、うん、言ってもそんな高くない、うん、まあ回数で言ったら2回ですよ。うーん、怖いわ怖い、うんうんうん、でも結構頑張ったわけですよ、うん、戻った時にさ、はいはい、部屋の中からさ、うん、シャッと閉めて改めて見た時にさ、うん、なんかその汚しただけみたいなあるよね。窓とかガラスは特にあるよね、うん、それがね、うん、水垢じゃないけど、あー、うずえーとかシンプルな感想、うぜー、絶対金持ってベランダあるとこ引っ越したらと思う、うぜーうぜーって思うんだこの夏の思い出いいですね、いいですね、はい。続きまして、ラジオネームゴーヤを醤油でもみ太郎さんの自由律俳句はい、いきます。意外と若くない人がいる意外と若くない人がいるいや、わかんないです。わかんないね、はい、わかんないです、どういう状況なのか意外と意外と若くない人がいる、はい、こう、わかんないです、うん、でもなんかね、なんかちょっと嫌な目線なんだね。なんか分からんけどさ、うん、いや、そんなことを思うね、正直すぎるやろお前っていう、ね、そうね、そのなんか素直すぎるというか、そう、ね、あ、若くないなって、うんね、それ思い返さんでもいいしな、うん、苦にするっていうね、うん、続きまして、はい、ラジオネームボートミンさんの自由律俳句。ボートミンだ。片手で受け取る後輩片手で受け取る後輩、まあ気になりますよね、うん、あ、どうす、いやいやいや、いいよいいよ、なんでもいいけどな。これあの言ってたあのやつ、あのこれ漫画のやつ、これこれあの、うん、チェンソーマンの人が書いてるやつ。ああ、そうなんすか、うん、あっす、あ
ああいいんやけどな、あの整体した方がええとこっちに半身で受け取ったけど今整体した方がええな絶対な、先輩から何か借りるときはあるよな、気になるよなそういうのって。続きましてラジオネーム爆音焼肉さんの自立俳句。爆音焼肉、出口から入っちゃった出口から入っちゃった、ああこれはね、うん、出口から入っちゃっためっちゃあります、うん、こんなことはねもう日常茶飯事です。四六時中起こってます。すごいよく見たらね、うん、入り口出口って書いてあるパターンのドアだったっていうね、うん、なんか出たとか。ただね、うん、私はやっぱり自由律俳句読みとして、自由律俳句読み、はい、うん、これ伊勢丹のサーモグラフィーですね、はい、伊勢丹のサーモグラフィーが読んだ句です出口から入っちゃった、ね、伊勢丹のサーモグラフィー目線の句、うん、そう、ちょっとだけほてっちゃうね。AI にそこまで来た。どうしよう。あ、どうしようってなる。あ、どうしようってなってる。ちょっとほてってるのか。しかも、うん、そういう人たちっていうのは、はいはい、こんなことあるあるなわけですよ。はいはい、みんなそんな入り口出口合ってないよな、はいはい、もん。入ったらいいのよ、別に。うん。でも、はっ、って自分のミスだから、うん、やっぱ可愛いというか、取り上げて考えちゃう。0. 何度かくらい上がっちゃうのかな、うんうん、恥ずかしいってなってね、うんうん、それをサーモグラフィー見てるしね、うん、気にしなくていいのにっていうねそう、そういう、なるほど、うん、伊勢丹のサーモグラフィー目線と爆音焼肉が思ったというすごいじゃん爆音焼肉そこまで飛んでたら素晴らしいね。今週以上ですかね、うん、はい、今読んだ中からですねミニコントのヒントになる1個を選びまして来週番組冒頭で披露しますのでお楽しみに。以上、はい、自由律俳句のコーナーでした。かがやのつるの間、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。はい、ありがとうございます。はい、今週も、もう終わりなんですけれども、大丈夫？今日なんかちょっとやっぱ元気なかったんじゃない？そういうこと言ったらそういう風に聞こえちゃうから大丈夫なの。通夜さんもいいですから、そのエンディング始まる前の間の時間で横になりますとか言わなくて大丈夫です。本当ありがとうございます、心配してくださって。マジで俺が言うことじゃないけど、うん、多分通夜さん、うん、10分くらいだったら横にならせてくれるよマジで、この人だったら大丈夫だよとか言わないで。マジで、いや、ちょ、目の前のやつ8ヶ月休んでるからちょ、マジでその、人の体調とかには優しくなってるというか。なるほどね、うん、ほんまにしんどかったらマジな顔で始まる前に、うん、今日ちょっとつやさん僕しんどいんで、うん、30分間ちょっと横になりながらでもいいですかって言ったら、うん、通るすいません、今日ちょっと、うん、朝言ってくれたら全然リモートでもいいし懐、うん、かしいな、リモートあったら、うん、大丈夫です、ありがとう、大丈夫、うん、座ってるんで大丈夫です立ってはないんでね、ということでですね、今週もですね、なんとか賞を決めたいと思います、はい、もうスリッパがなくなってしまったんですよね。そうなんです、そうなんです、売り切れたというか、もうね、配り終えたので悲しいですね、もうなんかあっという間でしたね、はい、そうね、まあ20足ぐらい作ったんですかね、20足ぐらい作って、あ、じゃあ結構もう4ヶ月くらい、結構、うん、我々が個人的にもらってったのを引いて10何足ですね、はい、配りまして、はい、なくなったので、これからはまあそうですね、名誉だけでお願いしてもいいですか。名誉だけで、名誉か、名誉だけで、うん、ちょっとスリッパもないので、名誉だけ、もうこれはもう、決定です。なんとかならないですか？プレゼントですか？はい。プレゼントか。なんかその意欲をかきたて、ね、やその、まあさ。選ばれたいっていう、まあ、これはもう仕方ないよ、うん。一回始めちゃったことだからさ。ちょっと考えますか。うん。かやの歌入り目覚まし時計とか。いや、気持ち悪すぎるでしょ。やばいって。声優さんとかがやるから、うん、その価値があるわけ、うん、そうそうそう、いらないって絶対。え、俺のボイスおはよう。あ、もうちょっと何今ここでサンプル出しちゃったら使われるじゃん使われるかよし、これ使うぞ、出たみたいな、やらないから、リスナーさんとか。何今の声どうやって出したの？何それ？何今の声どうやって出したの？それは普通にそのリスナーさんっぽい、なんかちょっと、うん、ちょっとコメディチックに言ったけど、それは、うん、コメディチック、コメディチックになんかちょっと、よし、このかやさんの音声があるからこれでなんかいろいろ素材で作るぞとかってね、うん、なる人はいるかもしれないけど、ちょっと、うん、
ソロラジオ決まりそうな。違う、別に俺声のバリエーションを見せつけたわけじゃないのよ。え、本当はスプーンとかやってるんじゃないですか。お休み前の30分お付き合いいただけますか。確かに。なんでスプーンなんだ。よかったら聞いてってください。多分これみんなわかるよ。これ聞いてる人。スプーンわかるよ。いや、そういうわけじゃないですよ。ういうね、ないですか？ないの。考えてください。じゃあちょっと考えようか、はい、なんかね、うん、絵描くのがね好きだから僕は絵描いたりとかね、うん、余ってるのないんですか？なんかステッカーと、うん、あのキーホルダー。キーホルダー、キーホルダーって開けてるんですか？キーホルダー開けてないですよね。こういうなんかその後で言うんですけど、この番組のベルトをお送りしますのやつってステッカー、ステッカーを送ってます。あ、なるほど。キーホルダーって何してたんですか？どうしてたんですか？誰に負けてない。なんでだよ。なんでだよ。俺なんかここのノベルてっきりみんなにあげてると思ってた。そう、ここステッカーをお送りしますって言ってないから、そのランダムで、うん、そう、ステッカーかステッカーかキーホルダー。じゃあもうキーホルダー MVP のこれでいいじゃないですか。その旅館のね、そのキーみたいになってる。そう、渡されるクリスタルのなんかぽいやつ、うん、旅館っぽいやつ作ったんですけど、うん、あれ渡してないよね。あ、じゃあそれ在庫めちゃめちゃあるんだ。あ、それ知らなかった。じゃあそれあげましょう。うん、キーホルダーね、うん。キーホルダーあげましょう。結構ね、可愛いので、うん。番組キーホルダー。番組キーホルダーをあげます。旅館っぽいキーホルダーです。はい、なんとか賞ですね。もう賞というか、今週はもうなんか、金メダルでいいかなと。思ってるんですけど。いや、まあね、オリンピックね。そうそう、うん、今週の金メダル、うんうん、よかったです。その、うん、ラジオネーム三元さんね、樹立俳句三元さん、あ、踊る意味ないくらいドアップ、はい、これで盛り上がったん で、 いいで、ね、これにしましょう、はい、じゃあ三元さんにですね、キーホルダーを、はい、番組特製キーホルダーを差し上げます、はい、ということで、全てのメールの宛先は kgy@rcc.net kgy@rcc.net です。読まれた方の中から抽選で番組ノベルティをお送りします。これステッカーですね。ステッカーをお送りします、はい、ステッカーが欲しい方は住所、氏名、年齢、電話番号も書いて送ってください。お便りお待ちしております。加賀屋の鶴沼公式 YouTube チャンネルで収録ビフォートークなども配信しておりますので、うん、そちらもぜひチェックしてください、はい、以上、加賀屋の加賀翔と加谷宗也でした。また来週お会いしましょう。キーホルダー上げてなかったんですね。すいません。謝った。